なるゲットロー YouTube へようこそ。でパチパチパチじゃなくて、はい、カメラの前に座らされて別に見上げて YouTube ようこそって言ってるけど何をするんですか今回。マジで、はい、ケンドさん何も知らないですよね。いやマジで知らないですよ。今違う撮影をしてましたからこの前に。はいはいはい。ケンドさんってまあクラブ AJP の、はい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 、まあ、ライブ配信よくやられてるじゃないですか。そうですね、ファンクラブのね、はい、うん、ファンクラブの方も熱いコメントいただいたりしてて、はい、ね、あれケンドさんも結構読むじゃないですか。そうですね、読みますね。まあ、ちょっと僕も見させてもらったことがありまして、と思ったことがあって、大田区直前みたいな配信で、ファンクラブ配信、ケンドさんって蒲田の地名なんて呼びました？蓮田よく覚えてるな。あと健やかと爽やか間違えてますね。そうそう、ここのチャンネルでね、はい、そう間違えちゃったよね。まあ、恥ずかしかったよね。でもそのなんかこのチャンネルとともに、うんうん、まあ、ケントさんもまあいろいろ学ぶという。学ぶって俺35歳だぞ何を俺を成長させようとしたこの YouTube は。たまに教えるじゃないですか。そう、いやもちろんもちろんそうよ、はい、っていうこともありまして、今回漢字力を知りたいなと思って何やってんだよお前、漢字力ってよ、小学生じゃないんだから。いや本当にすいません。いや本当にすいませんならやらなくていいんだよいやなんかふと思ってやるか。単純にこうプロレスラーエース、スーパースターって呼ばれる方がどのぐらい漢字をまあ書けるというか、はいはいはい、まあ読める、書けるですね。でも言っとくけど俺高校一般で入ってるから福祥高校って偏差値58、60だからね。高っ。しかも一般で確実に受かりますって言って行ってるからね俺。ああ、君の学力だったらいけますよっていう。別にスポーツ推薦とかじゃなく。違います。あ、なるほど。一般です。じゃあ、まず漢字もできます。今回ちょっと問題がありますね。あ、漢字を問題あるのね。はい。何年だったらいけます？何年だったら、はい、うちだって俺高校卒業してるからね。いいんですか？6でも。6でも小6でいいんですか？いや、いいんだよ、そのクオリティ。あ、でもあれか、まあ、でも基本的には、はい、多分小学校6年生ぐらいのがいわゆる世の中に出てる感じ、はい、大体もう小学校6年生ぐらいでしょ。じゃあ行きますか。行こうか、ちょっと見てみろ。そう、小学校6年生、漢字テスト6年生、四角に当てはまる漢字を、カックに送り仮名を書きましょう。え、なんだ。あ、でもこれ結構しっかりやると難しいかもねはい、これ下手したら厳しいかもねいやいやいや、100点は難しいかも。でも行くよ。6年生ですよ。やっちゃうじゃん。はい、お願いします。 OK。 へえ、これ小学6年生だっけ本当に偏差値58、60か、高いっすね。遺伝。え、遺伝。え、でも本当にこうやって書くのって大変なんですよね。だから俺ら今携帯社会になっちゃってるから。いや本当ですよ。特に俺なんか漢字得意だからね。そうですよね、うん、これは言ったでしょうね。今半分終わりました。はい。これは難しいな。これ合ってんのかな。まあ落ち着いていきましょう。いや落ち着いてますよ僕あ、落ち着いてます。落ち着いてるし頭もフル回転で今やってるよ。はい、終わりました。あれ、自信は。いや、このねちょっと不安箇所が1箇所ぐらいあるよ、ね、あ、本当ですか。1、2箇所かな。じゃあ一回チェックしますか。チェックしようか。はい、まず異議を唱える。異議ってどうだろう。あ、まあ、異議正解ですね。異議正解。これで本命いらない。本命いるんじゃないかな。本命いる。ちょっとさあ、本命いります。いる。じゃあこれペケじゃん。ちょっとペケつけていただいて。ペケつけていただいて。赤ペン先生。赤ペケで、ギですよと、ゴンベンですよってことでしょ。はい。そして次、病気は遺伝。遺伝確実に間違えてんのよ。すごいっすね。確実に間違えてるの分かります。おう、これなん、でなんだっけ。それ違う。伝は伝えるです。今違いますよね。あ、今違う。あ、え、今遺跡の遺です。遺跡の遺。はい、これ遺跡じゃん。いや違うんすよ。え、遺跡ってあの世界遺産とかの。あ、そういうことか。で伝えるだ、これだ。もう最初から匂い間違えてんじゃんちょっと待ってください。もうまあ、ここからもう完璧よ。領域正解です。そのままいきましょう。で次が神が宇宙を作った。神が宇宙を作った。作るが何その作じゃなくて。何、想像の層じゃないですか。いやじゃなくてあ、そう、こっちだ。像でしょ。想像の層。え、こっちです。蔵みたいなやつですね。ああ、こっちだ。じゃあ
こっちだってことね。こっちじゃないですか、多分。でしょ、はい、次、映画を見る。OK でしょ。 OK ですね。で、そのまま延期。延期 OK。 あ、沿線、あ、合ってるんですね、沿線。沿線 OK。 そして、はい、続いて我先に、はい、我先に OK でしょ、我先で、続いて胃が痛む。胃が痛む OK でしょ。いい OK ですね、はい、OK、地図を拡大 OK です。 OK です。現状を改革する、はい、OK。 OK ですね。改革 OK。 内閣総理大臣 OK です。 OK です。会社の株主 OK です。 OK OK。 官庁、これがちょっと難しいのよ。官庁わかるんですね。正解ですよ。 OK。 そして全館。そうそうそう、全館がね館がちょっと、館はほら1館2館って本の音来て違うじゃないですか。どれだ。巻物の巻です。全部合ってる。いや、全部合ってます。これですよ。わあ、巻く字ね、はい、はい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 。そして、看護師師匠の師もあるんですよね、はい、こっち多分今これになってる気がするんですけど。まあ、これは正解。まあまあまあ、うん、そして簡単。簡単正解ですね、はい、危険正解です。正解です。じゃあ 1,2,3,4 問間違い。小学6年生が4問間違えるということで。でも結構これ見てる人も間違えてる人いるかもよ。でも結構むずいんですよこれ。意外とさ、急に言われたら意外とこういうことやってないね、最近の生活の中で。いやですよね。いやだって学生時代よね、当たり前のようにこうやってペン持ってたけどさ。あと最近でその全巻とかさ、ああ、さあさあさあ、なんで小学生に戻ってんだよ。全巻とか、ああ、ほんと目で覚えちゃうんですね。そうそう、だからそっちになっちゃってるかもしんねえな。いやでもこれ結構いい感じでしたよ。いい感じだね。でも、まあまあまあ、いいんですよ、そのうまいこと言わなくて。勉強だろうね。いや本当に、これでも宮原健とか漢字弱いとかじゃなくて。そうでしょ、っていうことが証明されましたね。うんうんって勉強してる人いるかもよ、これ。だから、はい、みんななんかね、ケトさん漢字大丈夫かなってもしかしたら思ってる方も。思ってるでしょ。でも OK でしょ。全然 OK でした。明日。いやいやいや通りすがりじゃねえんだからよ。通りすがり、通りもいいんだよ、博多は。なんとなくやっぱ今こっちで覚えちゃってるよね。目で、視覚で覚えてるから、これで書いたら結構大変よ、やっぱり。いや、で、あんまペン持たなくないですか。持たなくなったっすね。だから持ってて感覚も久しぶりだったもん。いや、いい、すごくなんか勉強になりましたね。ありがとう、こんな突然何するんかなと思って。はい、いや、僕らもちょっと学びました。学んだでしょ。急に書くとやっぱこうなるよね。うん、18分の14。でもなんかね、こっちだけの話で、この遺伝はやばいよな。いや、ちょっと私これやばくない、これやばいよね。なんか、みんな後ろから見ながら、そうそう、この遺伝はセンスがすごいな。電気が映る。あ、すいません。いやいや、すいませんじゃなくて、それは俺が帰った後に話したから。いる前でやるわけじゃないから。すいません、痛いじゃないんだよ。その遺伝はちょっと難しいよね、逆に。だから今日の動画を総まとめすると、うん、皆さんたまには字を書きましょう。書きましょうってことよ、はい、皆さんは、まあ、もちろんね、今パソコン携帯でやる時代ですけど、まあ、たまにはこうやって字書くとこういう間違いが起きます。はい、宮原健人は漢字は得意ですということ。得意です。偏差値58、60です。宮原健人の YouTube チャンネル登録高評価よろしくお願いします。宮原健人の YouTube 最後。